キングダムエデュケーションクリスチャンライフの担当の藤田恵子ですえ私は JCM の代表をしています JCM っていうのは教会教育の分野で地域教会に仕えている宣教団体です特にえ子どもや中高生また教師訓練また保護者のための学びなど本当に教会のま成長するためのいろんな分野において奉仕させていただいています えー、今シリーズでやっていますのは「ほんまかいな知りたいねん」ということで、えー、距離についいて学んでいます今日は「イエス様と死の復活の意味」のパート33回目です。えー、今まで 続けて、イエス様の十字架と復活の意味ということで考えてきました。けれども、今日からは、この復活の部分を、もう少し重点的にやっていきたいと思います。まず、最初は、えーと、誰がイエス様を復活させた、蘇らせたかな、ということです。皆さん、どう思いますか？イエス様は自分の力でこう蘇ったと思いますか、えー？聖書にこう書いてます。エペソ一章二十節。 神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえら,がえらせ、天井においてご自分の右の座につかせて、と書かれています。また、第一コリント6章14節には、神は主をよみがえらせましたが、その道からによって私たちをもよみがえらせてくださいます。 で、他にも何箇所かあるんですけども、ここではっきり書かれているのは、父なる神様がイエス様をよみがえらせたっていうことです。イエス様が人として生まれたのも、イエス様の力っていうよりも、神様の計画の中で聖霊によってマリアに宿ったという形でしたよね。イエス様ご自身の力っていうわけではなくて、本当にイエス様。ご自身は？ 従順に神様に従うという形でこの地上障害も歩まれましたそしてなんとあの苦しい十字架までもイエス様は耐えしのんでくださいましたでもそれだけではなく死んだ後こうまたよみがえらせてくださるのも神様の力だったんです父なる神様の力でしたそしてそのことを通してまた信じる私たちもイエス様と一緒に こうやってよみがえることができるんだということをまあ、形として表してくださいました本当にイエス様は私たちの手本人としての手本となるような生き方をしてくださりまたそのように歩んでくださったんですねイエス様は多くの奇跡をしてすごい力を持っていました人を生き返らせる力はイエス様ご自身が持っておられたんです神様ですからでも自分自身に対してはそういうまあ、力 霊的な力、力神の力って一切出さなかったんです、ね、で、それがイエス様が人としてこの生涯を歩まれて父なる神様に従順に従ったということです。では次に、えっと、イエス様がよみがえったことは本当でしょうかねあのある人たちは「ええー、人がよみがえるなんて信じられないよ」とまた多くの この初代教会というかねちょうど「イエス様がよみがえったよ」っていうのをこう伝えられたその時代の人たちもますまた今もイエス様のことを私たちが伝えた時に「イエス様があなたの罪のために死なれましたよ」でも「三日目によみがえったんです」って言ったら「この三日目によみがえったよ」って言ったそのところから「あもうこの人たちの言うこと信用できない」って言ってスーッて引いていくようなことがあるんです。ですからこの キリスト教というこのイエス様が与えてくださる救いに関してこのよみがえりっていうのはすごい重要なことなんですね。でもこのよみがえりっていうことを考えたときにまずイエス様ご自身が自分はよみがえるんだよっていうことを言われてた何度も言われてたっていうことをちょっと見たいと思います。ヨハネの2章の19節21節にこう書いてます。イエスは彼らに答えて言われた。 この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。だからね、46年もかけて作られた神殿の話をしているわけじゃなくって、イエス様ご自身が自分を神殿として私が壊れる、死ぬ。でも3日で私はまた立ち直るんだよってね、生き返るんだよっていうことを言われました。また天使が イエス様がこう言ってたよっていうことを伝えているところもあります。ルカの福音書24章の6節7節。ここにはおられません。よみがえられたからです。また、ガリラヤにおられた時、お話になさったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえられなければならない。と言われたでしょう。 このように天使たちが言ったんですね。はい。次にこの弟子たちの証言があります。弟子たちの証言。有名なところ、第一リント15章の3節から6節です。まあ、ここを皆さん知らない人はいないかなと思うんですが、お読みいたします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたいのは、私も受けたことであって、 次のことですキリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書の示す通りに3日目によみがえられたことまたケパに現れそれから十二弟子に現れたことですその後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中のの中大多数のものは 今なお生き残っていますがすでに眠った者も,もいくらかいますとでここではですねあの何を言っているかというもういあの弟子たちがみんなそのことは体験しているんだよということでイエス様が死んで葬られて三日目に生き返ったことと弟子たちがはっきり証言していますそしてここでびっくりするのはですね五百人以上の弟子たちに同時に現れたというんですね どう考えても頭ででは理解できませんだってイエス様が地上にいた時はガリラヤにいたらガリラヤにしかいない、ね、エペソにいたらエペソにしかいないだけどこのイエス様がですね500人以上の人でたくさんの人たちのところにですね同時にあらっ同じ時間にイエス様にお会いするっていうことがあるんですね。ままあこれを考えときに私たちの頭でではとても理解できませんでも よく考えてイエス様は神様です皆さんどうですか私たち世界中のクリスチャンがですね神様って祈るんですよその一人一人が祈ったその祈りを父なる神様こうやって聞いてるんですよでも神様は一人なんですよ理解できますか 何億の人が神様にお祈りしてますかそれをちゃんと聞き分けて耳を傾けて聞いてそしてその祈りに対して私たちに答えてくださる神様がいるそのようにイエス様にこうイエス様が私たちにこの出会ってくださるというのも がったたイエス様が多くの弟子たち500人以上の人たちが「私はあの時間イエス様に会ったよ」あの時私のところに現れたんだよ」とか「手を見せたんだよ」とかっていうようなことがもういっぱい500人以上ですからそしてこの第一コリント人への手紙が書かれた時これをパウロが書いてる時にその証言者証言をした500人以上の人たちが生きている時代だったんです。 ですからもしこれが「え嘘だよ」ってことになったら調べに行けるわけです。で向こうに行って「誰かこの辺で「イエス様に復活したイエス様にお会いした人はいませんか?」って言ったらああ「私がいましたよ」とかって言って、ね「嘘でしょ嘘ついてるんでしょ」って言えよ私時のあの人もこの人もこの人もとかって言って何人もの人が生きてるんです。だからもしそこで本当にそれが嘘であるならば第一コリントへの手紙がなくなってるんです。 だって他の人たちが「これ嘘書いてるじゃないか500人以上」って言うけど「一人も見つけられなかったよ」今なお生きた者がいる」って書いてたでしょ誰にも会わなかったよって言うとつまりどういうことかこれは嘘だってこんな手紙は信用するのにねあの取るに足らないっていうことになっちゃうわけです。そそううすすするるる、ると、ともうその手紙はは、存在する必要なないですよね。つまりここにある聖書としててて残されてるってことはみんなが、 これは本当だと認めたからそれが残ったんですイエス様がねよみがって100年も200年後もう後から書かれたもんだったら勝手に作ることはできますでもここに書かれているように探せばそこらへんに行けば証人に出会えるまだ生きてるんだよっていうのがわかるときに書かれているだからすごいんですねそしてそういうふうにこの多くの弟子たちが証言しているっていうことを通して 私たちはあそうかね本当に復活イエス様がよみがえったっていうのは本当だったんだなっていうのを知ることができますはいそしてですねもう一つこのイエス様がよみがえったよっていうことを言われる時にですねもう多くの人たちが「私もあったよ」って言ってそれが本当に希望となったのでそのものすごい迫害がそのあと起こるわけですね。クリスチャンに対すする大迫害が起こります そしてもう本当にクリスチャンが焼き殺されるとか、ライオンに食われるとか、そういうふうなことがどんどん行われる、そういう時代に入っていくわけですね。でも、もしこれが本当に蘇ってないんだったら、こんなふうにどん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 多くの人がイエス様を信じるとは考えられません。みんなそんな死にたくないじゃないですか。ね本当かどうかはっきりしないのに信じて、そのために殺されるなんてとてもじゃないけどできません。 ですから、そういうことから言っても、イエス様のよみがえりは本当にあったよっていうことを言うことができます。まあ、聖書の言葉もね、あの、言ってますからね。では次に、皆さん、イエス様がよみがえられた体、どんな体だと思いますか？どうでしょうね。よくね、イエス様よみがえったっていう時に、ラザロもよみがえった。少女もよみがえったっていうね。でもまあ、厳密に言うと、ラザロは生き返った。 少女も生き返った。つまり息がなくなってたのが、また息が吹き返したにまあ、ラザロの場合は完全に死んで4日も経ってますけど。でも結局もう一度生きるものになった。でも、その体はその死ぬ前と同じ体なんですね。ラザロにしても少女にしても同じ体ですね。同じ体で生き返っていました。ところが、イエス様のあの蘇りってね。この復活っていうのは？ 前のイエス様と同じ体じゃないんです。ここがすごく大きな違いです。で、どういう体か。まあ、一般的には栄光の体を持って蘇ったって言われます。栄光の体、じゃあ栄光の体、どんな体でしょうか。皆さん、栄光の体って言ってね、こういう体は栄光の体ですって言えるの、何かありますか。ちょっと思い出してください。いくつ言えますか。二つぐらい言えますか。死なない体とか。<laughs> 何か言えますかねじゃあ一つ一つ見てみましょうまずマタイ28章の9節後半ですが彼女たちは近寄って見足を抱いてイエスを拝んだつまりこれは復活したイエス様にねお墓でお会いしたマリアたちですね見足に抱きついてね抱きついてそしてレイエスを拝んだって書いてますということは 触ることができるまあね、ある人は、イエス様は、ね、蘇ったけど、霊として蘇ったっていう人がいるんですけど、いや、霊じゃないんです。体を持っているんです。触れることができる。ね、そのことを言っています。また、えー、ルカ24章の39節には、私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。 私は持っていますつまりイエス様はよみがえられた、ね、栄光の体っていうのは肉や骨があるっていうことですねだからフニャフニャじゃなくてしっかり肉や骨があるっていうことですねそしてその骨があるそしてイエス様ご自身が「霊ならこんなものないですよ」と「私は肉体を持って栄光の体という肉体を持ってよみがえったんです」ということを言われています。 じゃあ次には、えっと、ヨハネの20章の27節にはそれからトマスに言われた「あなたの指をここにつけて私の手を見なさい」「手を伸ばして私の脇に差し入れなさい」「信じないものにならないで信じるものになりなさい」まあ、これは有名な箇所ですけども、まあ、トマスがですね他の弟子たちがいた時にその場にいなかった。 でもそこにイエス様が現れて「イエス様を見た」って言ったらトマスは「あ,あそんなイエス様があの生き返ったなんて信じないよ」って「もし本当にそうだったらイエス様がこの釘が打たれたから釘の後に指をつ、ね、こうやって突き刺さないとねじゃないと私は信じませんよ」って言ったんです。そしてちょうどトマスがいるところにイエス様が現れました。 そうするとトマスが何も言わないのにイエス様が最初に言ったのは、ほら手を見てください。この穴にあなたの指入れなさいって言って、ちゃんとトマスが言ったこともイエス様は聞いてたんです。それでそんな風に言われたんですね。皆さんどう思いますか。トマスはそこ指入れたと思いますか。私はまあ恐れ多くて指入れなかったかなと思うんですけどね。でもね あの本当だったら指入れてみたかったなって <laughs> ねこうやって向こうが透けて見えるとかね <laughs> なんか本当に時々ねあのイエス様の生涯の映画とかでね見てここに穴が開いてるとああ本当に突き抜けてるとかねって思ったりもしますけど本当にそうなのここに穴が開いてでも血が出ない。 また脇腹もでですすねね槍刺されてるわけですよ、ね、そこにも傷があるこれ触ってごらんってここに脇にも手入れてごらんって言ったけどもそれも脇はそのやっぱりへっこんでるんでしょうね槍のの跡がいいてるのかもしれないでもそれでも血は出てない痛くもないそれが栄光の体ですね。 ルカの福音書24章の42節から43節それで焼いた魚を一切れ差し上げるとイエスは彼らの前でそれを取っって召し上がった、まあ、イエス様がこの食べたその理由は人々があまりにも驚いてて自分が幽霊みたいに思ってると思ったので「何か食べるものありますか?」って言ってそれを食べて あの私は本当に生きてるんだよって肉体持ってるよっていうことを教えたんですねだから食食事事ががでででききるる栄光の体は食事ができるんですねまたローマ6章の9節10説「キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはなく死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています」と。 死なない体でもう死もはや死ぬことはなく死はキリストを支配しない栄光の体は死なない体です。でここにも死との働きの13章の37節にもしかし神が,よみがえられた神が,よみが,えよみがえさせられた方は朽ちることがありませんでした。つまりイエス様神様が,よみがえらせた方 イエス様は朽ちることがない死ぬことがないんだっていうことを言ってるんですねまあ、だから栄光の体を一番いい方法で私が説明するときは何て言うかって言ったらイエス様は栄光の体で生き返りました それはもう二度と死なない体で天国で生きることができる体ですよというふうに説明しますがそれがそうですねもうう死なないい体体そして天国でででで生きることができるるここととがすすまた目視録の1章18節には「生きているものである私は死んだが身をいつまでも生きている」「今も生きておられる」 ということですね。イエス様のこの栄光の体はずっと生きておられるからだということですね。そして、えっとヨハネ20章の19節の後半ではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。またヨハネ20章の26節、8日後に弟子たちは室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。 戸が閉じられていたがイエスが来て彼らの中に立って平安がああなたた。方ににるようにと言われた、ね、どういうことか「戸が閉められてたのにイエス様が現れた」つまり壁かドアを通り抜けてイエス様が来てくださった。 どんなふうにかこう、本当にブワって壁から出てくるような感じになるのか。急に何もないところにボンって現れるのか。ちょっとどんなふうに現れるのかわかりませんけれども、でも、そんなふうに現れた。そして、現れただけじゃなくて、バッて消えたりもするんですね。ルカの二十四章の三十一節では、それで彼らの目が開かれ、イエスだとわかった。すると、イエスは彼らには見えなくなった。 これはの2人の弟子たちと一緒に行ってそこでこう食事をしてそしてパンをさいてって,ってそしたら「あ今まで喋ってたのがイエス様だ」って気が付かなかったんですね。で気が付いて「ほ、イエス様だ!」って言って気が付いたんですけどそうすると彼らがにとってイエス様が見えなくなったブワッて消えてしまわれたっていうことです。イエス様が,よみがえられた 栄光のの体体いいうのはすすっごい体ですねまず人が触れることができる骨や肉があるそしてこの傷があってもそれが痛いわけでもなくてそこから血が出るわけでもないそして食べることができて死なない体そしていつもいつまでも生きている体そして壁やドアがあっても通り抜けて入ってこられてパッて消えたりパッて現れたりする。 そういうい体なんですねまあ今ねそういう体があったらいいなあなんて思いますよね。なんかまるで「どこでもドア」みたいに瞬間移動がパッてねこうできるみたいでああ私もそんなのが欲しいなと思いますがでも一番素晴らしいのはこの栄光の体を持って天国で生きることができるということですね。あの、まあののまる意味では今病気の方 あそこが痛いここが痛いとかこれが不自由だなとかいうそういうものもない栄光の体完全に素晴らしい人としての体を神様が与えてくださるっていうことです。ですからこの栄光の体をもってイエス様がよみがえられたように私たちもイエス様のようによみがえることができるんです。オフ イエス様が蘇った時の体って理解できへんな。そっか。イエス様が蘇った体はな栄光の体っちゅうねんで。栄光の体って言う,うんかしゃけどすごい体やな。そやな。だって壁も通り抜けられるし、 もう死ねへん体やしそしてご飯も食べることできるしそいで壁も通り抜けることできるもんなああだからそんな体理解できへんそやな普通では考えられへんよななんでそうなんのかなでもなちょっと一つの例で言って説明してもいい、うん、ええかあんええよ。ここにな ちょっと水の分子がなあるるるとするやろ見えるかでこの水の水分子があった時に水と水の分子の間に隙間があるやろあああるなそしてもしこの分子よりもちっちゃい分子まあ砂糖とか塩とかなちょっと分からんけどもっとちっちゃい分子があったらなこの隙間に入ることができんねん。こんな感じかなうーん。 そうか。つまり、このちいちゃいピンクのやつだったら、水を通り抜けることができるっちゅうことや。うーん、そうなんや。せやで。だからもしイエス様の体が、壁とかよりも、もっと分子が小さかったら、スーって、通り抜けることができんねん。ええー、ほんまか。すごいなぁ。 せやろだけど、まあそれだけではちょっと説明がつかんねんな。まあイエス様は物食べたりもしたやろ魚食べたり。うんで。魚なんか食べたら普通もしイエス様の分子がちっちゃかったら魚がストーンって下に落ちてしまうんや。はほんなら、触られへんのか そうやなこのこの考え方でいくとまあ私たちがイエス様の体に触ることはできへんかもしれんなだから栄光の体っていうのは、まあ、ちょっと頭で理解するのは難しいかもしれんなうーんそうかだんだん難しいなってきたなそうや通り抜けられるかちょっと実験しようかえ まくん手伝ってくれるええー、俺が手伝うんかそうそうそう。あはあ。なんか何も見えへんし。何の実験やこれ。あんな、イエス様は十字架にかけられてお墓に入れられたときにな。頭もな、体もぐるぐる巻きミイラみたいにこうやっての布でぐるぐる巻きやってん。ほんで それで、なんと、ペテロとかヨハネが見に行った時にどうなってたかって言ったらな、頭で巻かれてたものが、そのままの形で落ちてたんやって。だからどういうことつまり、イエス様が中だけスポーンって抜けたから、それが、この頭に巻かれたものがそのまんま残ってたわけや。だから、今から実験するんや。なんな。 だから、この雨布からく、熊くんがスポッて抜けるかな、と思って。ええー、かじゃあく、熊くん取るで痛。痛い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 ダメ抜けへん抜けへんあかんなーああ痛い痛いだってく、熊くんぬいぐるみやからすぐ取れると思ったけどな。俺は脳みそいっぱい入ってんやで そうか。じゃあ取れへんねんな。やっぱりイエス様は特別やったから、こうやって中が抜けるようにスポンってこのままの形で残っててんで。あー、早う取って、早う取って。わかったわかった。じゃあ取ったるわな。おいしょ、おいしょ、おいしょ。おー。さあ、どうや <laughs> くまくんはもうすぐにね抜けるかなと思ってんけどな抜けるわけないやろほんまに痛いねんからああ俺がイエス様の栄光の体を持ってたらオフのところから早く抜け出したいわ何言うてんのオフが仲良く握っといたるからなああス様は 栄光の体をっってよみがえってくださいました本当に素晴らしいですね。なんかもうこの栄光の体のことをいっぱいいろいろね知ってくると素晴らしいな私もそんな体がもらえるのかなって嬉しくなりますね。さてイエス様は栄光の体でよみがえられましたけどその後40日間地上におられました。そして最後どううなったかというとい昇天 みんなが見ている前でお弟子さんたちがみんないるところでイエス様がずっと天に帰って行かれたんですねそのことを焦点と言いますそのことについてちょっと見ていきましょうまず、えー、と使徒の働きの1章9節にこう書いてますこう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ雲に包まれて見えなくなられました第一手モて3章16節 キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。イエス様は天に帰られました。そして今も生きておられるんですね。私たちが信じている神様は死んだ神様ではありません。 生きておかられる神様ですそして私たちに希望を与えることができる方なんですねまあ地上では本当にいろんな苦しいことがあるかもしれませんでもいつか私たちは栄光の体に変えられて天に帰ることができるこれが私たちの希望ですでこの希望があるっていうことはこの地上でどんなことがあっても不安になったりすることがないんですねまあ私は時々思うんですけど イエス様を信じてないな人たちよくこの今の大変な世界情勢の中で平穏に生きてるなと思うんですよね、まあ、日本だけのことを考えてもあちこちで地震が起こったり、まあ、火山も桜島だとかあの座王だとかそういうのもあるなっていうのがあったりそれからまたこれからいつ大きな地震が起こるかもわからないって聞かれてます。 また放射能のことを考えると本当にそういうことがいつ自分の体にまた周りの人たちに影響が出てくるんだろうって本当に考えれば考えるほど恐ろしくなりますよね。ままたた経済的ににに本当に大変なな時代になってきましただけど私たちはそこに希望を持っていません。ここの地上で成功することを お金を儲けること迫害がないこととかみんなから称賛されることを願っているわけじゃなくて私たちの希望は本当に天国ででのの栄光の体です例えば今生きている間にやっぱり体の調子が悪いとかあそこが痛いとかそういういろんな体の不調がある場合もありますよね。そのことで本当に辛い思いい思をししているかもしれませんが 天国に行くことができる栄光の体はそういうものがないんです本当に完全な状態でそして本当に素晴らしい状態で天国に行くことができる新しいまあ、栄光の体をいただくことができるわけですよねこれも素晴らしい希望じゃないでしょうか私たちは神様に希望を持ってこの世の中に価値観を見出しませんまたこの世の価値観とは違う価値観で生きてます ですからそのことを覚えて本当にイエス様のような栄光の体に変えられるこれが私たち一人一人の希望になるように願ってますそしてそれは未来のことじゃなくてだから今どう生きるかっていうことを考えるためにも大切なものだと思います是非そのことをもう一度思い返してほしいなと思っていますではお祈りしたいと思います。愛する天の神様 今日はイエス様が復活されたということについていろいろ学びました神様がイエス様を復活へと導かれましたそしてイエス様の復活が本当に事実であるということそして栄光の体とは本当に素晴らしいものであることも知ることができましたありがとうございます神様この地上では本当にまだまだ不安なことが多い時代です でも神様どうかあなたが助けてください。一人一人に力を与えてくださいそしてあなたが与えてくださったこの栄光の体の希望を持って日々歩むことができるように助けてくださいこの時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン